あれも大ごめんやん、そう恐竜のところに火ばれちゃったわ。でそれで、あれ失敗やん、ほんでな、ほら、もう読めたらええねん、火鉢、火鉢の上でバーベキューちょっと進化しましたな。昔はあれで何と見たんやろな、うん、あれであったら俺あれはさすがにないわ、やったことは火鉢ここやってできるやん、火鉢火鉢は火鉢を見たり、自体見たもん、火鉢ある田舎で、三山火鉢やった、うん、あれどうすんのあれ、え、あの壺みたいな名前にすんの、いや、こんなこの火鉢それに入るか、すまないのか入るか知らんけど、この深さはこんなぐらいかな、大きさはこんなぐらいなんで、うんうん、火鉢の天候はあって、そこからこれぐらい下がったとこに砂みたいな、灰みたいなのこうなってくる、でそこにこう、炭を置いて、焼いた炭、うん、焼いた炭こう置いてる、網を置いて、なんか焼いた感じ、うん、これ小学校の時、さすがに火鉢の経験したんだけど、まあでも置いてはどうですか、1回ぐらい経験してるから、今でも置いてる、クーズがいた火鉢で、俺さ、あの、ゴエモンブロワーク感動したし、持ち上げてた。うちの田舎、ゴエモンブロワーク。うちの田舎、あの、ツーリング行った時、ゴエモンブロワークで、あれも感動してる。うちは、あの、あれ、プロが、巻き入れたいみたいな、田舎は。ゴエモンブロワークか、ゴミモンブルチューバーだ、あ、ほんま風呂は風呂やったけど、薪で薪やった、うん、俺ゴミモンブルやった、うん、まあ、うん、小さい時、小学校2年ぐらいだね、ゴミモンブル入れてよかったな、誰あの、伊勢行った時、あ、伊勢行った時ゴミモンブルやったな、あー、ゴミモンブレーター、覚えてる覚えてる、あれ、アパート違ったんだよ、一軒家、一軒家か、うん、写真残ってるんだよ、ゴミモンブレーターね、覚えてる、田舎もゴミモンブレーター、ほんあれが、小学校2年ぐらいのゴミモンブレーター、すごいなぁ、ゲリゲラで入る、これ、いいのかな、あ、すげえ、どこの子やろ、よう入ったわ、ちょっと考えたら、ね、ほんま、そういう経験ないもんな、なかなかできんもんね、火鉢用意したこともないから、で、もうこんなんやこれこれ、まず出たいと部屋が部屋の中で外なんかそんで、まきで火鉢どうやーって、え聞いてくる、あの、おばあさんばあちゃんのああ、ちょうどいいコロやー言うていとこの女の子いとこの子だよ、あと3人ぐらい入ったのよ、怒らないよー言うて今もいるよ、あとこめっちゃ楽しかったな、うん、お金なかったけど、小遣いのことなかったけど、めっちゃ楽しかった、レンジャーも何やった、そうや、俺と思って、うん、こっちの瞬間ケツ上げるの帰りがと思って、それもおいえっていつも帰っとったから、あれ怖がってハマりそうだよ、確かにあれなんか深そうやもんな、もうほんとに覗くねん、うん、いや怖いな、これハマどこがどうかな、怖かったわけね、いつも言いとった、井戸があったの怖かったわ、あったね、いい水が、水もあったおばあちゃんのこと、いや、一回行ったな、行った覚えてるけど、もう使ってへんの、最近枯れてるよ、
家のばあちゃんが一緒に写真撮って嫌がってるのかな。何で魂撮られてて、あの、なんか魂撮られて、明治の話だよ。よしてな、魂撮られるじゃない。そのせいだと映んでもいいのか。あ、飛んでか、飛んでか。そのせいだと自分で映んでも、もう魂撮られるみたいなもんやん。そりゃ怖いよな。知らん森さん、ええじゃないねんから。面白いと思うよ。思い出やわ、思い出やねえ、あの頃の高校ぐらいの時。スギッチョのこのおばあさんもよく覚えてるよ。眼鏡かけてたよ。覚えてるか。俺は三山のおばあちゃんは覚えてる。スギッチョのところ覚えてる。なんか小さなんてな、ほっそりした。眼鏡かけてたんだ。かけてる時はかけてへんのやろな。あの時、行った時眼鏡かけてたんだ。一泊したの覚えてる。泊まったか。大事に泊まったら一泊したの覚えてる。俺は泊まった。泊まって過ぎちゃうと泊まった。ま、一泊したの覚えてる。で、裏の川で泳いでた方が覚えてる。一緒に過ぎちゃうと。泊まったか。キャンプしたの。キャンプしたの。忘れた。大事に泊まった。で、裏の川で泳いでた方が覚えてる。それから宮間行って、宮間行ってらっしゃるの？